1> 第1号型紹海特務艇は、日本海軍の紹海特務艇。太平洋戦争時、日本海軍は、小型木造漁船を大量に徴用し、特設紹海艇として、洋上監視任務に就かせたが、被害も多く、その性能も十分でなかった。そのため1943年に、海軍自ら建造することになった。 当時木造の第1号型戦特務艇が順調に建造にされており、木造造船所への後続艇の形で発注された木造漁船形式の船だった。昭和18、19年度による第2弾及び第3弾船尾で軍令部は、木造の紹介特務艇をつ300隻、厚生の紹介特務艇を90隻を要求した。 コウはオツに続いて、建造の予定だったが、選挙区の推移で中止となり、オッツは、第84帝国議会で62席、第86議会で178席、計240席の予算が成立した。建造予定席数としては200席、発注、280席予定、または280席予算成立などとする文献がある。仮称名は、 第2121 21号艦から第2400号艦までの280隻が割り当てられていた。1944年より、国内の有力木造造船所16カ所で船体を、建造、並装は、横須賀海軍交渉などの各海軍交渉で偽装することで量産に入った。しかし終戦までに寄港したものは57隻そのうち竣工したものは27隻 船体のみ、完成状態のものが十隻に過ぎなかった。建造の遅れは、木材の供給が不足していたためと言われる。十分に寝かせた木材を使用しなかったために、竣工後に木材の間に隙間が空いて浸水したり、また中外に遭うなど悩まされたという。1945年に入り、選局がさらに悪化したため残りの建造は中止となり、 解剖艇の建造に切り替わった。設計は木造漁船の規定が適用され、一般配置も漁船と大差はなく、戦争集結後は容易に漁船に改造できるよう考慮された。漁船との違いは戦争に当たる部分に全部兵院室を設けた。また、全部兵院室と機械室の間には、洋食庫と冷蔵庫を設け、その下方には、高性の重油タンクを設けて、 後続距離の延長を測った全部マストは船橋前方に設置したが、複数の艇では船橋直後に設置したものもあった。機関は第1号型戦徳無艇と同じで、当時量産されていた中速400馬力ディーゼルを搭載した。計画速力9ノットに対する必要馬力は約250馬力で、本艇では 約9.3ノットを出せる力量のエンジンだったが、当時は選択の余地がなかった。力量の余裕は、高天時の速力低下を防ぐという良い定員もあった。また紹介中の燃料節約のため、後部マストに帆を張って搬送することも計画され、他ブームが設けられていたが、搬送は建造途中で断念するに至った。並走は選手に機銃台を設置し2 5トル。 連想機銃1機を搭載した。線尾には4個、はじめの爆雷投下軌道2組を設置、爆雷発光を搭載する計画だった。電弾は24号電弾の搭載を計画していたが、実際には13号電弾が船橋の後部、煙突の直前に搭載された。逆端は船橋トップの原則部に設置が確認される。 1> 第1号が1945年3月末に横須賀で竣工し、その審議の結果、以下の改正が施された。また、同年4月に沖縄戦が始まり、蒸気改正と同時に以下の改正も施された。なお、電線2万メートルを搭載とする文献がある。一番手の竣工が1945年2月になったため概要の紹介を行った手は少数であり、 終戦までの喪失は数隻のみであった。木造船体のため対戦中から、時期嫌いの掃海作業に当たった艇も多く、終戦後もそのまま掃海作業が継続された。戦後に、座礁や食来などで8隻前後が喪失している。1947年11月22日に、連合軍は23隻の懲戒特務艇を漁船へ。 改造することを許可し、第85号などが実際に漁船に改造された。第31号その他は1948年から海上保安庁の総改定になり、運用中に3隻を喪失した。残りは後に海上自衛隊に遺憾、昭和40年代初期まで駅務に従事した。これら戦後の活躍を見て、日本海軍護衛艦停止では、 本型の進化はむしろ戦後に発揮されたと言えようとしている。定番号が、謝辞の定は、終戦時未成。戦隊建造所は、市川イコール、市川造船所、協力イコール協力造船所、小柳イコール小柳造船所佐、佐賀イコール、佐賀造船鉄工所、四国イコール、四国選挙工業所、次年イコール次年造船鉄工所、徳島イコール、 徳島合同造船、西井イコール、西井造船所、林県イコール林金重工業、福岡イコール、福岡造船鉄工、福島イコール、福島造船鉄工所、船屋イコール千屋造船鉄工所、三保イコール、三保造船所、村上イコール、村上造船所、三生イコール、三生造船鉄工所、米子イコール、米子造船所。装は、 横須賀イコール、横須賀海軍交渉、呉イコール、呉海軍交渉、サセボイコール、サセボ海軍交渉、マイズルイコール、マイズル海軍交渉。日本海軍補助官邸用目標日本補助、官邸物語ピアニッシュも390から391、日本海軍全官邸誌、主要官邸用目標 P57、日本海軍誌、第7巻、 P222 では、その他の兵装の欄などに、電線2万メートルと記載されている。日本海軍護衛艦艇シピアニッシも、113から115の定例機による。写真2本の軍艦第13艦、P196 下の画像の解説では、第173号が、対戦中で、唯一の戦没艦としている。写真2本の軍艦第13艦。 P198 では、戦後、食来、または座礁沈没した章特に、第25、90、137、170、175、176、179、191号の所定があったと記されているが、日本海軍護衛官邸シピア日誌も、113から115の定歴には、第170号の記載がないなどの相違がある。ありがとうございます。